もこんにちは、整体院院長の藤村です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、ある内臓のお話をさせていただこうと思うんですが、まあもうこのタイトルにある通りですね、腸ですね。腸は超大事という、まあすごい滑ったようなタイトルなんですが、でももう本当にこの通りですね、腸は超大事です。はい、でここを簡単にお話しさせていただこうかなと思うんですが、まずここに描かせていただいている絵がですね、こちらが小腸という部分になります。はい、でその周りをですね、こう大腸っていうのを一応描かせていただいていて、まあ、ここがですね骨盤ですね。ちょっと下手くそで申し訳ないんですが、骨盤がこう腸を支えているような絵ですね。で、ここの直腸っていう、大腸の直腸という部分から便が出てますよという部分、はい、を描かせていただいているんですが、まず、一つずつ、お話しさせていただこうと思うんですが、まず腸はですね、いろんな機能を果たしています。で、実はこの腸と脳みそっていうのがですね、自律神経でつながってるんですよ。非常に深い関係があるんですね。で、腸の脳腸相関とか腸脳相関とかって言われてるんですが、腸と脳は非常につながりが深いですよと、相関っていうものが実はありまして、例えばこう緊張するとお腹を下したりとか、お腹が痛くなるとか、逆にすごい便秘だとなんかイライラするとか、実はそういう形で脳みそと腸っていうのは自律神経でものすごく関係が深くつながってるんですよ。なので腸が例えば汚くなってしまうとですね、非常に自律神経っていうものに影響を与えてですね、鬱になりがちだったりとか、イライラしたりとか、そういったことっていうのが非常に起きやすくなってきます。はい、メンタル的なところにも非常に腸が影響を与えるってことですね。でさらにですね、腸の中にはですね、免疫細胞っていうのがあるのは皆さんご存知だと思うんですが、まあ、ウイルスとかをこうやっつけるような細胞ですね。実は人間の体の中で一番免疫細胞があるのは腸って言われてます。約人間の体のもう 70% 近くが、免疫細胞の 70% 近くが腸の中にあると言われてるんですよ。なのでもしこう腸が荒れてしまっている状態だと、免疫細胞っていうのがしっかり働かないんで、非常に病気になりやすかったり、はい、してしまいます。さらにさらにですね、食べた栄養素とかっていうのは腸から吸収されて血液の中に入っていきます。はい、こういう形ですね。でもし本当に腸が汚くなってしまっていると、いい栄養素っていうのは血液の中に吸収されにくいです。はい、で血液の中にいい栄養素っていうのが吸収されないということは、人間は60兆個70兆個の細胞でできてるんですが、その細胞にいい栄養素っていうのがいかないので、細胞は基本的にエネルギーを作り出して、エネルギーを使って働いてるんですが、そのエネルギーの元っていうのが基本的に栄養素なんですよ。その栄養素っていうのが、いい栄養素っていうのが腸が汚れていると入っていかないせいで、この細胞60兆個70兆個の細胞っていうのは働きにくくなってしまいます。なので人間の体全部の機能がガクッと落ちてしまうんですよ。はい、さらにさらにですね、まあ、腸っていうのは基本的に骨盤がですね、こう腸を支えているような構造になってるんですが、まあ、内臓がこう硬くなったり、しっかり働かない状態になるとですね、まあ、重くなります。重くなるということは、その腸を支えている骨盤もその重さに負けて当然圧迫を受けるような形になるんですね。そうすると骨盤が歪んできたりしてきて、まあ腰痛だったり、そういった症状も起きてきます。はい、さらにさらにさらにですね、実はこの便ですね、まあ大腸からぎゅーっと便がこう作られていって、ポンと出ていくんですが、この便っていうのがですね、基本的に体の毒素の本当に 75% ぐらいですね、を便から体は毒素を出していると言われています。
もし腸がしっかり働いて便を出す能力が下がってしまっていると、まあ、要は便秘の状態ですね。この毒素ですね、体に悪い毒素を血液の中に吸収していってしまう状態になるんですよ、はい、そうするともう血液の中に悪い毒素が入ってるんで、全身にその悪い毒素っていうのが回っていく状態になるんで、まあ、さらに細胞にも影響を与えますし、体に非常に悪い状態が起きてしまうっていうことが起きてきてしまいます。はい。なのでまあ今もうずらずらずらっとお話をしただけでも、もう腸が汚い状態だったりとか荒れている状態だと、こういったもう脳にも影響を与える、骨盤にも影響を与える、免疫機能にも影響を与える、いやもはや全ての細胞に影響を与えるっていうことが起きてきてしまいます。はい。でじゃあ腸の中のこう汚いとかいい状態っていうのは何が決めているかというと、実は腸の中にある細菌が、腸内細菌っていうものが全て決定しています。腸内細菌です。で次回はこの腸内細菌というものについてお話しできればいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。